はい、現在ね、山の奥のパーキングまで来ております。ここね、電波が入らないのよ。どうしようか。ね、電波が入らんと動画配信もできんし、Google マップも見れんし、仕事にならないんですよ。参ったね。結構ね、電波が入らないパーキングってあるんですよ。こういう時困るのよ。別のパーキングに移動せんといけん。はい、とりあえず会社に帰ってきております。今日風がすごい強いのよ。すごい強風ね。え、低気圧が迫っとんかな。風がすごい強いまあね、風が強くってもトラックの車内はね、安心快適空間でございますねえ、こんな顔ったら本当安心するね。え、雨風関係ないからね。さあ今回ね、現在僕も現在進行形で使っておりますあるアイテム紹介したいと思います。じゃがじゃん、ポケット Wi-Fi です。ポケット Wi-Fi。わかるかな？これすごいね。かっこいいのよ。シンプルで。スタイリッシュ。めっちゃかっこいい。ね、ポケット Wi-Fi。僕らね、トラック運転手には決して欠かせない必須なアイテム。そして僕らトラック運転手以外の方も、たくさんたくさん使っております。このポケット Wi-Fi。結構ね、どのポケット Wi-Fi にするか、結構悩むんですよ。どれが電波がいいかとか、どれが安いかとか、どれが使いやすいとか、いろんなところで悩むんですけども、今回ね、僕が今これ使っておりますポケット Wi-Fi、これかなりおすすめなんですよ。これかなり使える。ポケット Wi-Fi 迷ってる方おったら、これ1台あったらね、これ結構ね、使えますよ。電波も全然いいし、これ結構使える。これはですね、ポケット Wi-Fi ギガセットです。このポケット Wi-Fi のすごいところは、特徴は、月額使用料を、払わなくていいんですよ。完全買い切り制で1年間ギガがついているこの端末を買うだけで使えるんです。契約不良、月額使用料なし。届いて電源をつけるだけでもうこれ使えちゃうんですよ。僕もね、これ最初びっくりした。すぐ使えますね。 Wi-Fi 接続してパスワード入れてあげたらすぐ使える。いろんな契約やったり面倒なことがたくさんあるんですよ、ポケット Wi-Fi って。それがいらなくってもうこの端末を買うだけですぐ使えちゃうんですよ。でね、このポケット Wi-Fi、クラウド上に SIM がありまして、Wi-Fi ルータがあるところの電波の強いキャリアを国内4大キャリアから自動的に接続します。もし電波が悪いなと思ったら、最適化ボタンでキャリア変更もできます。そしてね、最初についてくるギガがなくなっても、安心のおかわりサービスもあります。公式サイトで必要な分ギガを購入すると、最短で5分、遅くても30分以内に端末にギガが自動反映されます。独自開発されたこのギガおかわりシステムによって24時間そして365日ギガのおかわりが可能になっております。まあ同様のね、チャージ型製品もありますけども、このね、24時間そして365日対応はこのギガセットだけです。そしてね、おかわりギガには海外ギガもありまして、その海外ギガを購入すれば端末1台でね、そのまま海外でも使えちゃいます。その海外ギガはなんと136の国と地域分をご用意しております。だいたいね、他社の場合は30カ国前後なんで、136の国、いろんな国で使えちゃいます。ギガもお金も無駄にすることなく使えるので、毎月使うギガにはばらつきがあるのに月額料金は同じというね、今までの固定概念が変わって、しっかりきっちり購入した分のギガ数を使える。定型型のポケット Wi-Fi と比べ無駄がないと思います。
まあ、僕の場合ね、トラックで日本全国回ってますんで、どうしてもね、電波の状況悪くって、動画配信ができなくなったりすることがあるんですよ。このポケット Wi-Fi 一つあればね、4つのキャリア、ね、大手4つのキャリアから、一番いい最適化のキャリアを選ぶことができますし、まあね、今のトラック運転手、スマホやね、携帯がないと仕事ができませんので、やっぱしね、ポケット Wi-Fi って必須なんですよ。絶対いると思う。まあね、使わんにしても、何かあった時の非常用としてもね、これ1個あったらすごく安心すると思う。これ僕ね、今実際使ってるんですけども、電波すごい、バリバリ入っとるんですよ。僕の会社電波悪いんですよ。いつもね、1しか入らないんですよ、電波が1しか。4G が1本しか立たないんですよ。やからね、これはね、必須アイテムや、絶対。ね、あの山奥のパーキングから動画配信する時のストレス、それからね、解放されると思う。パーキング入ってからさ、スマホ見てさ、電波が全然なかったらもうね、テンション爆下がりですからね。何もできんやん言うて、ね、動画配信もできんし、僕スマホで動画とか見ますんで、それもできんし思うて、何もできんやん思うてから、あの絶望感。それからね、解放される時が来ましたよ。いやー、ありがたい。これはすごいな。これはすごい使えると思う。またね、概要欄の方に、ポケット Wi-Fi、概要そしてリンク貼っておきますんで、ぜひね、そちらの方からチェックしてみてください。これは本当におすすめ、使える。今日もね、寝床に到着しております。寝床へ到着、もう休息とります。寝る、早めに眠って、明日のね、また早朝から走りたいと思います。疲れた。さあ、とりあえずね、今からトラック飯ですね。今日もトラック飯、車中飯。もう現在ポケット Wi-Fi 残り 99.9GB。 まだめっちゃ残っとるんやけど、結構使ったかな思うだけど、まだね 99.9GB 残っております。これええな、使えるな、めっちゃ使う。これさあ、とりあえずね、トラック飯作っていきます。まずはお湯を沸騰させる。何ができるかな？こんなもんかな？コンセントもね、いろんなコンセントがあるからさ、どれがどれやらわけわかめ。コンセント入れる。よいしょ。蓋をして、蓋があった方がね、圧倒的に早く沸騰しますんで。そしてスイッチオーン。140W でしょうか？ 140W。さあ、とりあえずね、お湯が沸騰するのを待っておきたいと思います。さあ、ぼちぼちいいかな？開けてみます。おお、沸騰はしとらんけど、結構ね、熱くなってきた。お、ふつふつ、沸いてきたかな？今回は、札幌一番味噌ラーメンです。味噌ラーメン。ね、無性に味噌ラーメンが食べたくなる時があるのよ。わかります？今日は味噌ラーメンの気分です。味噌ラーメン食べます。はい。細かいやつもね、残さず。で、少しほぐれてくるまで待っておきます。さあ、ぼちぼちかな、開けてみよう。はい、あ、だいぶほぐれてる。しっかり混ぜ食ってあげて。結構大きいな、これ。
もちもちいいかな。スイッチ切ります。オッケー。そしてここにスープの素。ああ待ち、手落としちゃった。七味スパイス。ああいい香りがする。ほんで味噌ラーメンのいい香りがする。ああちょっと煮込みすぎたかな。スープの量が少ない気がする。オッケー。そしてもちろんネギも投入。はい、オッケー。はい、ということで完成でございます。札幌一番味噌ラーメン完成です。あーうまそう。いただきます。うまい、うまいわ、間違いないわ、うまい。ちょっとこの卵も崩してあげて、これを絡めて食べる。卵は間違いないよ。卵は美味しい。さあ今日はねこの味噌ラーメンを食べながらのんびりしたいと思います。そんな感じでまた明日です。またね。Someone said that you're